去年12月21日から運用開始した E235系。お使いの対象、E217系は早くも疎開が始まり、広告が剥がされ、運用離脱する車両まで現れた。そして、電車と連結できる特殊な機能を備えた機関車が東京方面にやってきた。田端運転所で停泊し、翌日の5日、機関車が向かったのは運用離脱した Y44 編成がいる鎌倉車両センター。中央線の狭小トンネルに対応しない217系は鎌倉車両センターでパンタグラフを加工している。今回はどうやら釣り板だけ撤去されているようだ。まさかの8次車からの廃車となった E217系。これは多くの方が予想した劣化している順番ではなく、検査切れの順番になったと予想される。ジャカルタに譲渡説はどうなったのか、これからの E217系の動向も見ていきたい。